白雲の章、盾ごとの説、追回の風景。この説に生まれ、あるいは亡くなった聖人にちなみ、フォドラの人々は彼らが好んだとされる音楽を奏でる。盾ごとや笛、歌で思い思いに興じられるその響きたちは、タルティーンやグロンダーズの広大な野に種まく者の間を舞い踊る。はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ファイアーエンブレム風化雪月、続きをやっていきたいと思います。5月ですね。修道院内で行ける場所が増えたようです。週末に散策を選んでみましょう。お給料2000円、これ月 1？ やっぱり。さて、すでに話があった通り、今節の課題は盗賊の討伐だ。騎乗で戦いを学ぶ生徒諸君にとって実戦を知る貴重な機会となるだろう。無論討伐は騎士団支援のもとで行う。戦況は彼らが整えておいてくれるはずだ。とはいえ、これは模擬戦ではない。相応の危険が伴うものと覚悟してくれ。騎士団からの連絡を待って出立する。それまで準備を怠らぬように。以上だ。俺たちにとっては初めての実戦だ。 実戦だね。よろしく頼むよ先生。こちらこそよろしく。模擬戦での先生の指揮は的確だった。先生がいれば討伐もうまくいくはずだ。出発まではしばらく時間がありそうだな。今のうちにやれることはやっておこう。よう、修道院での生活は慣れたか？まあ慣れたか慣れてないかって言ったらまだ慣れてねえよ。まあ仕方ねえか。傭兵時代は雇い主なんかとの交渉は全部俺がやっていたし、戦場以外じゃほとんど人との接触は避けちまってたからな。突然貴族のガキどもの中に放り込まれて教師をやるなんざ無茶だと思ってたが、やはり心配した通りだったようだな。そういや聞いたぞ、最初の課題盗賊の討伐だってな。お前にとっちゃ慣れたもんだろうが、ガキどもにしてみりゃ初めての実戦だ。教え子を死なせちゃ寝覚めが悪いだろう。油断せずうまく指揮してやれよ。俺も手伝ってやれればいいんだが、レア様にいろいろと押し付けられてな。あの人がお前に何をさせたいのかは俺の方でも探っておく。いいか、慣れるのはいいが気を許すんじゃねえぞ。日曜日は終わった。アネットの誕生日です。お花を購入しますか？はい。ありがとうございます。これは買おう。行事の開催。大修道院ではさまざまな行事が開催されます。例えばご飯に誘おうの効果が上がるなど、お得な行事が定期的に開催されています。休日に散策するとさまざまな行事に参加できます。行事はカレンダーに表示されているので内容を確認して散策しましょう。そうは言ってもな、講習とか、ダメか、全然ダメだ。ショップがある。武器屋。鋼の剣とか高え。高くね。杖な。でも5から8でしょうよ。鉄の斧とか俺多分使わないと思うんだよね。手斧がある。これ投げられるやつだよね。射程1から2。ちょっと命中率は低いけどね。素手とかあるんだ。自分から攻撃したとき2回攻撃。威力は弱い。ただ威力弱いけど2回攻撃は確実に発動する。これゼロじゃん威力。なるほど。メイスは鎧特攻か。そういうのいいな。ちょっといや、これだけだね。道具があるじゃん。盾とかも売ってんだ。鉄の盾で重さがあるね。
傷薬は3個セットかな。試験パス、松明、マップで視界を広げる、性質、ゲー、鍵がある。鍵1個ずつ買っとこう。ちょっと待って、これさ、輸送隊があるよね。輸送隊のところに鍵を1個ずつ保管しておこう。1個ずつね。で、在庫数がないものは多分永遠に買えるよね。清水とかは在庫数があるのか、多分在庫は増えていくんだろうけど。ギルド解放されてません。鍛冶屋もそうだよね。じゃあそんな感じでや、散策しましょう。マップ、マップ画面からすでに行ったことのありえあるエリアへ即座に移動できるようになりました。 R で開いて A で移動できます。 X ボタン、どこに誰がいるのか詳細な情報確認できます。あ、便利だな。ん？やはり女の子の声が、一体何だろう。掲示板から見ていこう。騎士団を配備しよう。ジェラルドの近くに移動しますか。 OK、 はいはい。料理長を助けよう。聖火隊を設立しよう。不穏な噂。料理長の近くに移動しますか。めちゃくちゃ便利だな。はいはい。頼みを聞いてくれるかね。料理長のために料理レシピを集めよう。書庫で文献を探してみるのが良さそうだ。厨房が使えるようになったら自分も料理に挑戦してみようか。受ける。へえ、見つかったかしら。とかどこにあんの。そうですね、お、アネットがいる。これアネットだよね。料理当番の日に備えてみんなの好物と苦手なものを把握しておかなくちゃ。先生は甘いものと辛いものどっちが好きですか。あ、俺両方いけるんだよね、甘いものと辛いもの。でも超甘党だから私と一緒ですね。ちゃんと覚えておきますから。本当に。団結会を開催中です。やろう。え、何これ。今日のメニュー、メルセデスちゃんと、あれ、これ全員、あ、全員食えるじゃん。え、そうなの。え、どうしよう。あれ、俺のもう一人、あ、イングリッド、よし、これ行こう。あ、行動力が減るね、そういえば。まあ、私これ大好きなの。よく知っていたわね、先生。食べることは好きですが、好物となるとやはり格別ですね。かわいい、二人とも。よし、ちょっと待ってね。あとはここら辺にあれがなかったっけ。ちょっと待って、今なんか光ってたな。これハーブティー、まあ、光ってるところ結構目立ちやすいからね。掲示板、ジェラルドの近くに移動しますか。はい。そうさな。あ、先生、あんたは師匠の年を知ってるか。知らん。やめとけ、レオニー。俺自身忘れたって言ってんだ。こいつだって知らねえよ。だけど普通自分の年を忘れたりします。気になるな。お前も自分の年なんざ忘れちまえって。年を気にしていいことなんか何にもねえぞ。はあ、そういうもんですかね。クエスト術よ、頼みがあるんだが。セイロス騎士団が同行すると聞いている。お前には兵法をあまり教えてなかったから部屋に入門書を用意した。読んでおけ。兵法の入門書を探そう。え、ちょ、マップから行けるって言ってたね。なんか光ってんじゃん。こことか。お広場2階から行こう。団長の部屋から探してみますか。ちょっと大きくする。光ってんじゃん。これ光ってるとこ行けばいいの。ああ、ある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 。兵法入門書、ほとんど読まれた形跡はない。すまねえな、助かった。クエストクリア。あ、やった。あ、てか何これ、光ってるとこ行きゃ大抵なんとかなる。持ち物整理、持ちきれないものは輸送隊に預けましょう。身支度、スキル変更、戦術変更、
騎士団変更。騎士団の配備ってなんだよ。支援してくれんのかな。兵種変更、これはまだもうちょっと先だな多分。宮長に話そうっていうのもあるね。諸侯行こう。で、ある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 、料理レシピ中。こっちもあんじゃん。料理レシピゲ。あとはこんなもん。こいつに話すことはないからな。お、あそこにもある料理レシピ上。イグナーツとか。他の組の人たち名前がマジでわからん。あとここにもなんかあるね。大聖堂、行ったことがないためマップから移動できません。はい、じゃあ大広間から行くか。え、ちょっと待って、ちょっと待って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 、ここにも何かあるぞ。あれ、これ食堂か。これまだなんかある。もうちょっと拡大する。あ、これで光ってるってことか。ペトラ、すみません。うーん、ペトラちゃんか。ディシテア、一応話しとこう。今日のご飯、苦手なお野菜が入ってないといいんだけど。あ、先生、聞いてました？聞いてませんよね。好き嫌いなんてあるわけないでしょ。私、子供じゃないんですから。別に大人だって好き嫌いはあるぞ。あ、スカウトってなんだよ。あら、先生、私に何かご用でしょうか。別にスカウトしたいわけじゃないけど。だけど、私すっごく忙しいんです。頼み事なら他の人にしてくださいね。まだミカミックスの学級には興味がないようだ。ディシテア以下の能力を重視している。魔力進行、経験を積んでもう一度スカウトしてみましょう。え、これ引き抜けんの？マジで？マリアンヌがいる。マリアンヌ引き抜きて。じゃあもう一回スカウトしてみましょうみたいなこと言ってたから大丈夫でしょ。失敗しても。あ、先生、こんにちは。その、失礼します。振られた。魔力、馬術、全然俺と関係なさそうな能力だな。なんか、あ、ここにある。あ、なんだ。経験値が手に入ったんだけど。作ってたよね、収穫しよう。人参、カブ、玉ねぎ、ひよこ豆、種を預ける。草の種、あ、これ1個しか預けられないのか今は。じゃあこれでいいや。育成する。いや、金かけたくねー。魔力でいいや。他、あ、ここにもなんかある。果実の種。あ、確かにこうやって移動してみるのも大事だよね。なんか怒ってるかもしんないから。こいつ誰？どうでもいいや。あ、あるあるある。餌のつけ方。ああ、単なる知識か。トータテスローチ。うわ、いっぱい落ちてんじゃん。カワムシ。あ、ここにもある。魚の種類。なるほど、知識を広めていかなきゃいけないんだな。今日は大物がよく釣れます。一回だけやってく？行動力消耗するんだっけ。カワムシしかない。こんな浅瀬のとこでいいの？ほいほい、グッドか。ほい、おら、30円。クイーンローチ。へえ、いいや。もうにゃん子ども、何か俺に知識をくれ。ないか。このさ、日常パートみたいなのがちょっと長いよね。カワムシゲットじゃいけない。あとはちょっと上の方の、そうだ、あそこに行きたいから、大広間から行こう。大広間からこっち。
あ、料理長にも渡さなきゃいけなかったね。え？フェルディナント、どうでもいい。大聖堂周辺。これカットできる？カットできた。多分。おお、開いた。こいつ話せる。ガルグマク大修道院に付属の士官学校が創設されたのは約200年前の話だよ。熱そう、こいつ。コドラの東方よりパルミラの侵攻を受け、当時の大司教様は国家の枠にとらわれず優秀な者を育て外敵の脅威に備えねばならないと考えた。そうして設立されたのがこの士官学校だ。今じゃその理念は形骸化しつつあるけどね。なるほど。誰か手伝ってくれないかしら。聖火隊を設立しよう。確か合唱練習の参加者を募った紙を寮で回覧していた。音楽を好きそうな人を当たってみてくれませんか。もう手を。ちょっとわかんねえ、わかんねえけど。あ、メルセデスちゃんがいる。うるせえ、お前じゃない。俺はメルセデスちゃんに話しかけたいんだ。大聖堂は静かでいいわよね。ここにいると気持ちが安らぐわ。ところで先生も女神様にお祈りをしに来たのかしら。その通り。落ち着くよね。あら、私もそうなのよ。先生、一緒にお祈りしましょう。落ち着くよねとか言って走り回ってるからな、こいつ。こいつこいつこいつ。大聖堂の隣には死聖人を祀る小聖堂がある。死聖人は知っているか。知らん。聖インデハ、聖マクイル、聖キホル、そして聖セスリーンですわ。先生はどなたがお好きですの。いや、どなたも何も誰も知らねえんだけど。君も教団の一員になったのだ。教義や伝承はしっかりと覚えておいてくれ。クエスト受注。君に頼みがあるのだが。フォドラ西部を管轄する西方教会において不穏な動きがあるとの噂がある。君の方でも何か気になる情報を聞いたら私に知らせてもらいたい。セテスに報告する。中庭周辺にいる生徒の中に事情通の者がいた気がする。ああ、盾と剣が入る。これ欲しい。中庭ってどこ。中庭ってなんかここら辺だよね。玄関ホールから出てく感じ。ここに光ってんの。これジェラルト。いや、わかんねえ。とりあえず光ってるところに行こう。お、これはタニシ。完全に拾ってんな。上の光ってるところ、ドロテアって誰だっけ。あ、話しかけとこう。あ、先生、実はちょっと探し物。水色の布切れみたいなものを見てません。一緒に探そうがいいんだろうけど、探してる時間がない。あ、はい。でもスカウト、スカウトはできないでしょ。ベルナデッタって。あ、ここなんかある。あ、これ合唱練習参加者希望表。こんなとこに落っこってんの。あとは俺ちょっと行きたいのに中庭なのよ。この庭の方に行きたくてですね。で、今ここでしょ。なんかあそこが光ってるね。こっちの方、地図で言うと。ってか池西ここから。どう経由していくんだ。こっちから回っていくか。あ、じゃあせっかくだから料理長に話しかけよう。おやま、助かったよ。クリア。なんかいろいろ食材の手に入れたね。一緒に料理を作る相手、一緒に料理を作るメルセデス。なんか、え、全然俺持ってないんだけど。醤油にこれ作るか。じゃあ祝福のゼリー、我に祝福を。あ、行動力が減ってしまった。お菓子作りは好きだけれど、お料理はうまくできるかしら。そうね。
け燃やしてる。やっぱりお勉強役に。かわいい。お料理の方が楽しいわね。です、マジかわいいんだけど。あら、幸運プラス2。いや、なくなってしまった。まあ、ただ動けるは動けるからね。行動力を使わないものであれば普通に話しかける分とかには大丈夫でしょ。あ、ここいるいるいる。ムリギット、パルミラ、ダスカー、ここにいるといろんな国の人を見るわね。覚えておくといいわ、先生。彼らを心よく思わない者もいるということを。不満を持つ者の情報を1個獲得。これでいいのか。宮長に話しかけようっていうのもあんな。まあ、いや、先にこっち行く。楽だな、この移動。助かったわ。これも食材だね。行動力が不足しているため合唱練習ができません。合唱練習なんてするんだ。俺はとにかく盾と剣が欲しい。感謝する。おお、感謝する。まずは参考になった、ありがとう。おお、いいね。どなたがお好きですの。ちょっとこいつの話題には触れないでおこう。あとは宮長に話しかける。これ宮長のところに行けんの、これ。あ、ディミトリ、ちょっと待って待って、移動しますかって。知っても人のところには直接行けないのか。え、どこにいる。この中ではない。へー、エーデルガルトちょっと話しとくか。あなた強いのね。対抗戦では負けたわ。つくづく私たちの楽器を受け持たなかったことが惜しい。まあ、しょうがないよ。君の他にね、可愛い子がいればよかったけど。どっちの方だこれ。こっちの方か。クロードじゃないよ、ディミトリ。士官学校に入学して早々に盗賊の討伐を任されることになるとはな。課題といえば聞こえはいいが、要は命の奪い合いだ。戦争と変わらない。セイロス騎士団の支援があるとはいえ、気を引き締めて臨まなければ。大修道院での過ごし方や戦闘についてまだ何か聞きたいことはあるか。え、先生が俺たちを指導するのと同じように先生方も互いに指導し合っているそうだ。そんなん初耳なんだけど。もしも興味があるならハンネマン先生やマヌエラ先生から指導を受けてみるといい。へえ。教師や騎士などに話しかけると教員研修コマンドでイカミックスの技能を成長させられます。物語を進めると教員研修コマンドは高度教練に変わる。すげえ。スカウト、あ、スカウトあったね。学級は出身によって決まるが、適性も学びたいことも人それぞれだ。そこで生徒が希望し、かつ教師が許可した場合には他学級への転属が許されている。なるほど。修道院での活動を通じて生徒と仲良くなればそういった話も出てくるかもしれないな。いや、マリアンヌちゃんスカウトして、特定の条件を満たすと他学級の生徒を自学級にスカウトできます。スカウトに必要な条件は生徒ごとに異なります。またその生徒との支援レベルが高いとスカウトしやすくなります。自身を成長させスカウトしてみましょう。物語が進むと生徒以外もスカウト可能になります。どういう人たち。これで一応一通り終わったは終わったか。でもちょっとなんか教員室行きたいな。ハンネマンじゃなくて名前が出てこないんだけど、あの先生、もう一人の先生に会いたい。ここ訓練場か。訓練場とか俺行ったことなくね。まあいいや。ドロテア、あ、ドロテアの水色のなんとかか。あれもやんなきゃいけないよね。ってやってる暇ないけど。市場、あ、マヌエラ先生がいるとこ。マヌエラ先生、玄関ホールには行ったことない。玄関ホールに行ったことないってどういうこと。玄関じゃないの、最初に行くところだろう普通に考えて。そういえば、そういや、
そういえばここヒールだ。ちょヒールダには話しとこう。町にでも行こうかな。でも疲れるし面倒だな。ん？先生、私に何か用ですか？あ、でもちょっと今忙しいんですよね。暇って言ってなかったか？暇なくせに。あれ、バレてました？先生だって暇そうじゃないですか。まあ暇だよ。まあまだ全然スカートはできないと思うんで。玄関ホール。アロイス、あれこいつも先生系なんだっけ。我々も同行するぞ。君たちの課題には我々も同行する。もし命を落としかけるような場面であろうと。なるほど、ありがたい。こいつ誰？暇そうだな。先生、先生、先生。マヌエラさんに会いたいんですけど。どこ？全然上じゃねえかよ。わかるのはいいね。広いからね。俺はマヌエラ先生に一直線。あれどっちだ？ここだよね。アミーボスポットとかいうのがある。先生、聞いてくれる？聞いてほしいの。私この前ね、いい感じになった騎士といい感じなところまで行ったのよ。何？ところがその男、私の部屋を覗いた途端こう言ったのよ。覗いたってどういうこと？片付けできない女は勘弁だって。仕方ないじゃない、できないんだもの。いや、片付けくらいやってあげるよ先生。このまところ片付け、そんなんでさ、片付けくらいで去ってく男なんて行動力も完全ゼロだね。よし、じゃあ帰ろう。もうだいぶ長くなってしまった。講義の進め方がわからないなら聞いてくれ。俺にわかる範囲でよければ教えるから。なんだそれ、なんで生徒にさ講義の進め方聞くの、おかしくねえか。教育の基本、教育では主に生徒の技能を成長させられます。技能経験値の獲得により技能レベルが上がった生徒は戦技スキルを習得します。個別指導、画面上に表示された数字の人数に指導できます。グループ課題は一度選択すると変更するまで同じ組み合わせでやります。各節の初回の教育では生徒から質問を受けることがあります。選んだ回答によって質問した人物や付き添っている人物のやる気アップします。え、講義を始める前にまずは俺たち全員の学習目標を確認しておいてもらいたい。みんな自分の目標に関係する分野を優先して学びたがるだろうからな。生徒は自分の目標に沿って自習し技能経験値を獲得します。自習の成果は毎週末に報告されます。目標設定で自由に設定できます。個別指導、目標に関係するものや得意分野を個別に指導すれば良い結果を出せると思う。だが学習目標に関係のない分野の指導が無意味だというわけではない。例えば苦手な分野を克服することでそれに興味を持つ者もいる。三つ星マークが表示された技能に対して個別指導を一定回数以上行うと才能開花が発生します。才能開花が発生するとその技能が得意に変わります。新たな戦技やスキルも獲得します。皆の学習目標は今後の指導や課題での経験できっと変わっていくはずだ。その時にはどんな目標を立てるべきか改めて相談に乗ってもらえると助かる。個別指導や自習によって技能が成長すると生徒の方から新しい目標を提案してくることがある。生徒の提案を受け入れるかどうかは自由。その生徒にふさわしくないと思った場合には他の目標に導きましょう。いくらお前が個別指導に熱を入れようとも生徒にやる気がなければ成果も出にくい。生徒のやる気を高めるには先生からいろいろと働きかけてやるのが一番だろう。少しばかり面倒かもしれないが皆のやる気には気を配ってやってほしい。やる気の維持は重要だからね。やる気が高ければ高いほど個別指導を何度も行います。散策などで交流を深め生徒のやる気を引き出しましょう。士官学校は生徒に修道院の内外で様々な活動をするよう推奨している。何人かで協力して作業をさせれば生徒同士の仲が深まり成果も出やすい。グループ課題は毎週一つだけ実行できる。実行すると課題ごとに技能経験値を獲得する。また資金や素材も獲得できます。グループ課題を行う生徒同士の相性や得意苦手で結果が変化するのでどの組み合わせが良いか考えてみましょう。
知っているか？士官学校では毎節資格試験が実施されているんだ。志望する兵種になるためにはその兵種の資格試験を突破しなければならない。当然ながらその兵種になるための能力が十分でなければ合格は難しいだろうな。先生には資格試験に向けて計画的に学級の皆を指導してやってほしい。資格試験に合格するとその兵種にクラスチェンジできるようになります。クラスチェンジはしたいよね。上位の兵種にクラスチェンジすると能力や成長率が上昇するなどのメリットがあります。教育開始。個別指導。え、個別指導わかんない。とりあえずメルセデスちゃんから行こう。ああ、これあるね。弓、星がある。ちょっとまずは理学と進行を鍛えていこう。これちょっと1レベル上げたい。パーフェクト。やったわ、先生のおかげね。褒める。君はほんと可愛い子だよ。次も頑張るわね。あと4回指導できます。え、2回ずつやっとく。グレート。経験値 1.5 倍。いい感じだった。え、ちょっとこれ才能開花させたいんだけど。グッド。なるほど、ちょっとまだ才能があるわけじゃないから。パーフェクト。やったわ、先生のおかげね。もう一回やろう。グレート。うわ、やる気がなくなった。ちょっと熱血指導しすぎたかな。 あと2人ってこと。イングリッド。イングリッド槍使ってたよね。あ、俺があれか、剣術得意だから教員補正がかかるのか。なるほど。素手も得意なの。指揮。へえ。あー、馬術と飛行。まあ、まずはちょっと今使ってるものをとにかく鍛えていこう。褒める。この程度できて当然です。さあ、どんどん槍を鍛えていこう。こいつはじゃあグッド。パーフェクト。いいね。あと1回手応え。またやる気が。アネットちゃん、アネットちゃんちょっとやる気が少し。あと2回しか指導できないのか。アネットちゃん魔法だったよね。魔法のこっちか、理学の方か。グッドグッド。うわ、なるほど。お任せ指導。お任せ指導はもうあれか。急車の管理。馬術の技能が上昇する。重装の技能が上昇する。飛行の技能が上昇する。飛行とか今いる？いないからな。とりあえず重装にしておこう。あー、なるほど。こいつらがアネット得意なの。アネットと、まあ、使うとすればまあディミトリーだよね。これでいこう。で、目標設定。あ、え、メルセデスちゃん理学と進行を鍛える。あ、完全に魔法なんだね。まあ、いっか、ちょっと最初はこれで授業開始。教えてほしい。お前に教えることなんてねえよ。この4年俺は殿下にお仕えしてきた。しかし情けない話だが、未だに殿下に好まれる料理が、あ、殿下の好まれる料理がわからん。お尋ねしてもはぐらかされてしまった。付き合いの長いものに聞いてみてはどうだ。そうなのか。分かった。やる気アップ。授業してる。メルセデスちゃん頑張ってくれ。よろしくお願いします。草むしり。俺に依存はない。報告しますね。グッド。500ゴールド。連戦席さん。お、上がってる上がってる。お、少しは上達したと思います。槍レベル2。18日、ラファエルの誕生日です。誰やねん、知らん、そんなやつ。あ、散策とかできねえ。出撃になってる。フリー戦闘。フリー戦闘に出撃できるようになりました。画面上に表示された数字の回数だけ戦闘に出撃できます。難易度ノーマルの時のみ行動力ゼロの戦闘も発生します。それいいね。
ネットワーク状態に接続した状態で出撃すると、どこかの世界で戦死した者たちの魂が戦場に現れるようになる。魂はより多く戦死した場所で現れやすい。味方ユニットが多くの戦死した場所に現れる魂。経験値の獲得、装備の耐久回復など祝福を受けられます。あー結構良さそうだけど、ちょっとなしでいこう。課題フリー、いやこれフリーでいいでしょう。行動力1、やってみようとりあえず。実践演習、白雲の章、エピソード2、追刻の報告。分かんない。シラを率いた経験はあるか？もし必要なら俺から簡単に説明するが、騎士団の配備、騎士団を雇用したら誰に指揮させるか、つまり誰の元に配備するかを決めてくれ。騎士団には武器を振るう兵だけではなく、魔導士や修道士で構成された兵団もある。それぞれの騎士団の特徴を見極めた上で誰に率いさせるかをよく考えることだな。騎士団を配備すると、各騎士団の能力が配備したユニットの攻撃や命中などに加算されます。共に戦う中で騎士団の能力も上昇します。騎士団は身支度からセットできます。計略と同様、騎士団を配備すれば戦闘中その騎士団が得意とする計略を仕掛けられるようになる。敵を攻撃する計略を成功させれば相手の動揺を誘えるはずだ。計略を受けたユニットは動揺状態。動揺状態では以下のデメリットがあります。全能力 10% 低下、移動負荷、騎士団能力上昇無効、計略発動負荷。連携、計略を周囲の味方と連携して仕掛ければその効果もより顕著に現れるだろうな。味方の攻撃範囲にいる敵に対して計略を発動すると連携計略、連携するユニットの数や支援レベルに応じて威力と命中が上昇します。ユニット選択、あこれ全員出んだ。あすごいね。レベル1のやつばっかだけどね。身支度はしておこう。持ち物、俺持ち物、鉄の斧とかいらないんだけど預けよう。鉄の剣、中級試験パスとかいらなくねえか。鋼の剣手に入れたからさ、これ装備したい。まあ、こんなもん。あと盾か、盾も装備しよう。これさ、いっぱい持っていいの？他なんかある？スキル変更、え、スキルとかでもあんの？これ剣術、外す交換、命中6、回避10、必殺回避プラス6女好きとかちょっと見よう。これ女性の味方と隣接中、自分が与えるダメージ2、敵から受けるダメージマイナス2。あいいね、これちょっと把握しとこう。あすげえ見れる、いっぱい見れるじゃん。死の導き、自分と隣接する味方経験値 1.2 倍。これいいね。こいつを中心に立ち回ろう。ディミトリーなんだっけ、王の血統経験値 1.2 倍。メルセデス、あ報酬の喜びだったね。回復したら自分も回復。頑張り屋、応援コマンドを使用すると力プラス4。ああなるほど。女騎士、計略の威力プラス3、命中プラス5。ってことは騎士団系だな。主君の盾、行動せずに待機すると守備プラス4、盾になるな。あ生きるための知恵、鍵がなくても扉や宝箱を開けられるようになる。いいねこいつ。一匹狼、騎士団を配備していないとき、または騎士団戦力がゼロのとき、自分が与えるダメージプラス5。こいつには騎士団つけない方がいいってこと？シルバー、あさっき女付きか。え、じゃああと何？戦技は、戦技は何もないっしょ、別にまだ。騎士団変更。ジェラルト騎士団。あ、ここで見れんじゃん。さっきのやつだけど。物理攻撃1、回避5、必殺5、魅力1。ジェラルトが大修道院に戻る前、率いていた歴戦の傭兵団。一斉攻撃、範囲内に突撃を行う。ディミトリがセイロス、セイロス強兵団、正規部隊、かく乱、動揺させる。あと誰？こいつが持ってんのか。セイロス傭兵団、猛攻、攻撃後隣接する敵を自分と、ああ押し出すってこと。てかこいつじゃなくてさ、これ外す。イングリッドに装備させよう。ほい装備させようっていう表現でいいのかわかんないけど、兵種変更はできないでしょ。全部できない。
あとはショップ。いらっしゃいませ。アンナちゃんかわいいな。3000円。訓練用の弓じゃなくてさ、普通の弓にしたいんだけど。鉄の弓、訓練用弓がだって3,6,560円か、高えな。こちらですね、買っとこう。ありがとうございます。あ、これあれか、弓 D にならないと使えないってことか。ショート棒は何これ。射程1、近距離攻撃も可能。でも D ないと使えないからね。ちょっと弓も使っていくか、メルセデスちゃんは。で、道具は大丈夫でしょ。よし、これでいこう。若干準備が長くなったけど、あれ、セーブしたっけ。いいや、そのまま戦闘開始。敵の全滅、味方の全滅、いっぱいいる。え、待って、森だな。森での戦闘になる。上、超いっぱいいない敵。何これマジか、すんげえいっぱいいんな。ではちょっと待って、自分を中心にメルセデスちゃんここに置こう。射程2が攻撃できるように。でディミトリ、切り込むか。ディミトリちょっと上行くか。じゃあ上の敵を倒す。でフェリックス一緒についていくじゃん。待って、アネットちゃん、うん、行けます。アネットちゃん遠距離で、こいつ魔法使えるからここに行く。で、このゴッツマンも、どうする、ゴッツマンもここに行くか。で、この4人でなんとかしよう。で、あ、こいつ弓、アッシュ弓か、はい、じゃあ頑張ります。こっちの遠距離用はこいつ、はい、出ます。イングリッドちゃんで、シルバン、どうさ、行けますよ。あ、ここら辺でいいか。よし、 OK。 本当に来た。あっ、ほら、つえ、ハネットつえんだけど。よし、迷いを晴らす。うだっ、俺も強い。この経験は糧になる。5レベル、ちょっとみんなで強く。俺レベル上がりすぎてんな。俺とディミトリが結構レベル高いんだよね。てかさ、人すげえいっぱいになった。俺ごちゃごちゃしてわかんねえ。ちょっと待ってね、ディミトリはレベル4でしょ。アネットまだレベル1だからな。あ、回復して、訓練用、いや、ウィンド使いてえな。訓練用ので倒せる、倒せるね。命中92。ちょっと今回レベル上げを中止。 OK、 レベル2。まあ魔力が上がってくれたからいいか。で、じゃあこいつを一回ディミトリーで攻撃して減らそう。強い、さすがにディミトリー強いな。で、フェリックス倒せるね。普通に強いんだけど。歯応えない。あれか、なんか騎士団持ってないとどうちゃらこうちゃらってなってたから、こいつも攻撃しとく。斧ってやっぱり命中率が低いな。ちょっと待機しよう。待機するとこいつだって防御力プラスでしょ。だとこっちで、俺今さっきクリティカル出たから多分倒せたんだよね。普通に倒せんだけど、強すぎる。ちょっと待ってね、メルセデスちゃん、イングリッドともレベルを上げたいんだよな。16、まあいいや、攻撃しよう。どっちだ。で、メルセデス前線に出したくねえな。ってか前線に出せねえし、そもそも。ここだとあれか、アッシュ一回鉄の弓でこいつを攻撃しよう。60か、分かった、弱え。でシルバン3残るな。これ戦技と、あ、戦技なら倒せる。65か、いいや、くらえ、倒した。
さて次に行くか。で、多分ここに行くと行けねえし、まあいいやこれで。あと動いてない人いる？誰？わかんねえ。あ、弓の人だ。来た。うわアネット。あ、そうか、アネットさっき斧で攻撃したから斧になってんだ。メルセデスちゃん狙われた。ここで攻撃すれば、こいつ全然倒せねえやつだ。アネット一個下がってウィンド杖、ほら、え、マジ強くね。死にそうだけど、ちょ回復してもらおう。まだ大丈夫。回復ライフ、こいつ結構攻撃の要だからな。レベルアップ、お、いいね、結構上がった。4つ上がってくれると嬉しいよね。であとこいつがヒットポイントが16か。戦技旋風槍で倒せる？倒せんな。77いこう。くらい。OK。未熟ですね。レベル2、イングリッドちゃんもレベル2。すげえ上がった。で一応ミカミックスここの前線に出しとくか。で一応こいつはここで、弓はまあいろんなところから援護できるように。でディミトリーはじゃあちょっとこっち、あ、こんなもんでいいか。来た、いいね。こっちは森だからね。シルバン2か。ちょっと残るときってやっぱり戦技でめちゃくちゃ減るけどね。戦技耐久力が5回分減るから。いやでも倒していけるからね。運がなかったな。この一番しょぼい槍だったらさ、だって買えるし。4 OK。 男をあげちま、こいつ魔法防御めちゃくちゃ低かったんだけど。でメルセデスはイングリッドをちょっと回復させたい、だからここに行く。よし OK。 ただ回復だけだとどうしても経験値がたまんないよね。行けます。ここまでだな。でゴッツマンちょっとここでいいや、まあ、とりあえずこの森を陣取ろう。お、ボスみたいなのが来た。お、いいね。やはり森を陣取るのがセオリーだな。最初はディープリー、いいね。ミカミックス強すぎる。これでいいだろう。ガチ強えこいつ。17だな。加減すべきだ。レベル6なんだけど。うお、やった、一気に強くなった。いや一気に強くなったのはいいけどさ、他の人も鍛えたいんだよ。手加減みたいなのないのかな。これウィンドで絶対倒せる。いやアネットも強いぞこれ、魔法強い。よしアネットちゃんレベル3。よし4つ。みんなの役に立ってみせる。魔力が上がってくれるのは本当いい。あとはメルセデスちゃんもう1レベルやっぱ上げたいんだけどな。こいつがでもここまでいけないよね多分。移動力的に、あ、いけた。いくつ当たる？鉄の弓でいくつ当たるか。7くらいってことは、シルバー1回攻撃してもらって6 97何とかなるでしょ。 OK。 耳だ。鉄の弓で攻撃、多分これ訓練用だと無理だよね。そうだよね、鉄の弓にしよう。92なら大丈夫でしょ。 OK 倒した。気を抜いちゃダメよね。
さて、ちょっと待って、こいつさ出しすぎるとダメなんだよ前に。あとこの弓全然戦ってないな。ディミトリちょっとここに置こう。森陣取られるの嫌だな。あそこの森、ここの森が陣取られそうだな。まあしょうがないか。イングリッドちょっと攻撃力が弱い、力が弱いのかな。フェリックス強い。次はまとめてかかってこい。意外に強いぞフェリックス。強弾兵27。アネットちゃん遠距離で攻撃できるからウィンドあと1回か。3残るね。いいね。でマジいいぞ。攻撃するだけですげえ経験値もらえた。メルセデスちゃん届くか。12届きそう。倒せる。いけ。よいしょ。まだまだ頑張らなくて。よしレベルアップ2個。まあまあならない。まあ速さと力か。金塊を獲得しました。お金かな。でこいつが10の16。アッシュってどうなの。1。あとレベル1なのはこのごっついやつとアッシュか。弓兵でも結構使い道はありそうだからな。レベルを上げておきたい気もするけど。あイングリッドでもそんなに攻撃力高くないから残るよね。よしこれで攻撃しよう。甘い。この人たちは何、軍団を一応率いてるってことになるのかな。0 76か。まあ、当たればって感じだな。それか。手ごわかったな。いやさすがに一人倒しただけじゃレベル上がらないか。アネット若干ヒットポイントがやばい。フェリックス強いから攻撃するか。いやこいつガチ強い。15×2 とか。俺の勝ちだな。おーいいね。5個上がった。2800円。6ターン出た MVP。 いやほんと強いってこいつ。はい、ということでじゃあちょっとね戦闘も終わったところになりますので今回はここで終了して、次回はまた続きをやっていきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。